カホキアはイリノイ州コリンズビルにあるミシシッピ文化機にアメリカ先住民が築いた大遺跡。12から13世紀当時の政治、宗教の中心地であり人口は1万人に達したと考えられている。防御用と推定される柵で囲まれた遺跡の中心部分には中央広場を囲んで20基ほどのマウンドがある。そのうち最大のものは広場の北側にある 文句イコールマウンドで大きく2段の階段状になっており、その規模は長さ316メートル、幅241メートルの長方形で高さは30.5メートルである。底面積の大きさではエジプトのピラミッドや手置和間の太陽のピラミッドを上回る。遺跡の中心部を囲んで北側、東側、西側にも広場を囲むようにしてマウンドが築かれ、マウンド数は 合計120基ほどである。マウンドの機能はミシシッピ文化共通の特徴でもあるが、基本的には神殿と考えられる。また、発掘調査によって墓としても使用されたことが判明している。墓は、被葬者の身分によって様々なタイプがあった。副装品には、貝殻ビーズ、バイやホラガイの容器、真珠、打ち出し細工を施した銅板などが見られる。 主人に殉死した従者の遺体が見られる墓もある。1450年頃から衰退に向かうが、人口過密と伝染病が原因と考えられている。1982年にカホキアマウンド州立史跡として世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。